して奥に見えます門構えをご覧いただけますでしょうか。海上自衛隊舞鶴地方総監部の正門です。舞鶴地方総監部は明治34年に舞鶴地域が設置された際海兵団として発足した市であり、大正14年から終戦まで海軍一般学校として使用されていました。また総監部構内にあります大校堂は昭和8年に昭和天皇が上皇された際に天皇陛下に拝謁するために建てられたものであり、現在はその大校